INI の高塚ひろむです。池崎理人です。今回あるある1グランプリにちなんで僕たちの、はい、高校あるあるネタを教えてくださいということなんですけど、高校あるあるね。ひろむくんある？俺から行こうか。俺もあるよ。ある、うん、じゃあひろむくんからお願いします。はい、結構多分どこもそうだと思うけど、うんうん、あのテスト前、はい、あのテストの直前ね、期末テストとかの、うんうん、はい、机に何も物入ってないですかっていう時に机どんどんどんってやるやつ言うでしょ。いや、ね、俺それが嫌で俺はしなかったけど。そう、俺はしなかったけど。どん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 ってして。いる、絶対一人はいる。いる。なんか叩いちゃうんやろな。あとはなんか鉛筆とか消しゴムとかだけちょっと入れてて、俺鉛筆っすとか言って。いや、そんな生きる人いる？いた。いたよ。プラス今。はあ、はあ、はあ、うん、あ、そうですね、はい、面白いあるあるでした。僕の高校あるあるはあのすごいあのね、校則が厳しかったんですよ、うん、はいはいはい、前髪がねあの眉毛超えちゃダメっていう、あのめちゃくちゃ厳しかった。厳しいね。そう、ちょっと垢抜けたい男子とかやっぱちょっと髪マッシュ気味にするんですよ。ああ、するね。だけどたまにねあるから、その頭髪検査が、ね、その前はちょっとあらゆる手段を使って眉毛こさんように、うん、あのちょっと髪の中に輪ゴム打ち込んで 頭にこう輪ゴム伸ばして仕込んで、ちょっとでも前髪を浮かせてとか、もうダメだったらもう 俺とかお前になってて坊ちゃんみたいな時あったりして、そう、あのなんとか頭髪検査ビビりながら首抜けるっていう。みんなじゃあ頭髪検査の前あのお前になって、お前になる。マッシュ系の人たちは大体坊ちゃんみたいなヘルメットみたいになるっていう。めっちゃおもろい。いいね。はい、さあそんな高校生活を送っていた僕たちですが、うん、今度の水曜日20日に2枚目となるシングル「愛」をリリースします。はい、ありがとうございます。どんなシングルですか？はい、愛はですね、あの、まあ「愛インタビューマイセルフ」というのがキャッチフレーズで、はい、その愛をですね取って、うん、まあ、自分自身の内面を改めて考えるというテーマになっておりまして「うん、We Are」という楽曲は自分自身まだちょっとどこに行くかわからない、迷ってる、でも、うん、まあ頑張ろうみたいな歌で、うん、すごい悩んでる方すごいあの支えになる曲となっております、うん、そうだね。はい、あとは「Call119」はすごい、うん、あの激しくて新しい自分を見せようみたいなね、うん、激しい歌なので、そういうのもチェックしていただけたらと思います。はい、はい、それではそのセカンドシングル「愛」から「Call119」を聴いてください。INI の高塚ひろむでした。池崎理人でした。